えー、こんにちは今日はアナウンス理論講座第11回目になりますで、今日取り上げますのは、えー、前回お話ししたのは今ここに出てます、えー、声質の話をしましたで、声質については、えー、この表というか書き込んだものを見てもらうとお分かりになるんですが 1> えー「1から丸1の大小皇帝長短、えー、新鮮強弱」とありましてねで私があー強調しておいたのは声質の目標としては一番上にありますけども「猫のど越え」というのをお話ししました。右上に書いてあります。 で、えー、もう一つはですねさらに加えておくとその伝達の声の目標と表現の声の目標というふうにしまして、えー、伝達的なものというのはまあ物理的な声といいますかねもちろんあの大小皇帝長短とありますけどもでその物理的に測定できるものから、えー 進んで表現に入るところが声の丸4ですね深さ浅さそして、えー、声の強い弱いというその辺があの表現の声の質になると。できないんですねでその測定のできないような形で、えー、問題にされているのがこの うん新鮮かっこして軽い声重い声傾聴ですねそれと強弱というものがあるよというお話をしました。で、えー、今日は11回目なんですけども前回予告しましたように今日はまさに発声の問題を取り上げますこの左下です。 これについては今日はいつもの,あのアナウンスセミナーのテキストではなくて私の頭の上にある「声を鍛える」を中心にしてお話をすることになります。であのー、この声質もそうですけどもねいろいろな、あのー、発声ですとかアナウンスの本を見た時に明確にその声の要素声質の要素ですとか 発生の要素についてきちんと項目が挙げられているものは意外とと少ないと思い思ますでこの声質発生については私あの朗読の教科書の当時からこういうものを挙げてましてねどちらのテキストにも書いてあるんですけど今日は、ね、発生の問題です。とは言いましても発生の要素について話していくと。 1> 1回でで済むものではなくてまさにこの5つの要素があるんですがそれぞれの要素について、えー、まあ一つの動画というか一つの講義が必要かなとそれともう一つ大事なのはあの声というのはあのこの1から5の要素が総合されて出ているわけで。 あえて分析して分けていくとこういうふうに分けられますよということなんですね。で結果としての声はあの前回声質のところでお話をしましたけどもこれをもういちょっともうちょっと見ときましょうかな。えー、こっちです。これがあの声室ですね、えー、前回の動画をご覧になってない方はこれを見てくださると。 浄瑠璃講談落語民謡相撲を呼び出し相撲の行事といろいろあるんですけどもそれぞれの声が、えー、声力というね一番上の声の力の問題ですね声の力とあとは裏声表声そして鼻声口声というふなこういう要素によって点数がつけられるこれはあの前回お話ししたんですけどもね えー、これはなぜ必要かというと発声の訓練をするためにも何を目標に発声練習するのかというわけで、えー、大事なんです。で一番大事なのはその声の粘りといいますかね深いところから声が出ると。で浅く出た声というのはうるさいですよっていうふうなお話をしたんですけどもね。 あともう一つは強い声とか深い声がで訓練しておけば軽く浅くして軽い声も出るしとでうーっと深い強い声というのと楽になった声とねで楽のは声ばかり練習していると実は声を力を持った声を出す力が失われていくというねそういうことになるんですけども。 で今日は、えー、発声というのを今言いましたけども強い声ですね強くてあの深い位置から出る声をどうやって作るかということが、えー、この発声の課題なんです私が考える。でこの上にあの「声を鍛える」というタイトルの本がありますけどもまさに声を鍛えるということですね。声を鍛えるというのはある種体力的なものもあるし でそれと鍛えた声ならば声がコントロールできるから「そう」と言うとかね小さく言いながらもきちんとパワーのある声が出るというねそういう鍛え方を書いたのがこの本であります。で、えー、それではこの項目に従って今回は発声の5つの要素ということですので一通り話した上で「 余裕があればこの息についてのお話をしておこうと思います。えー、っとですね、息とあとは姿勢ですね。その息を出すための姿勢をどう作るかというその辺に話が届けば、えー、話をしようと思ってます。でまずあの左からこの丸一からご覧ください。で声というのは あのまあ自分の肉体的なものから考えれば声どっから出てきますかっていうと一番深いところは息なんですよですからよくあの息を一番深いところから出る声とこの胸から出た浅い声とねまさにあの腹から声出せっていうふうな深い位置から出た声とは違うんですけどもね。だから浅い息で 浅いというと体がやはりこう浮いた状態になる。ですから息の目標というのは深い息、深い息位置から出せる訓練をすること。そしてもう一つは息を保つことなんですね。あの一瞬にしてふわっとこう息っていうのはあの一瞬にしてふっとできてしまいます。これはあのため息みたいなもんでね。 それをきちんとコントロールしてあの息を押し出すということが必要だと。で息は息が出てそれが喉を通過して舌によって調整されて、えー、声,声になるとですから舌でコントロールしない声ってあるんですよ。息と喉だけで出る声ね「あー」っていうのと。 あーって言わあと声帯元音って私呼んでますけどね息が声帯を通過してでそれがあの舌で調整される舌が入あの使われるようになると結構ね浅いところのこの辺の口の中でのこう調整になってくるんですよ息が。ですから あの口先ではある種の言葉のこうひねりみたいなこういう細かいこういう今みたいな話は使えるんですけどねこれかなりあの口と舌で作ってるようなあの声ですね。とは「あーあーっていうか「だから」だからっていうようなのはかなり深い息喉を通じて深い位置から出てるあの言葉だとそういう感じだ。舌っていうのはや,やはりあのまあ舌先三寸とかね あまりあの口先みたいなね舌先口先みたいな言い方する声っていうのはあまりいい意味で評価されない日本の伝統の中ではそれはあの腹から物を言えというふうなねことと対比できると思うんですけどもそして4番目が口ですね。でこれもおよそのことを言ってしまえば。 あのよく発音が悪いとねあ,あなたはその口の開け方が悪いんだというふうな言い方するんですけど実はあの日本的な発声とかねこ言葉で言いますとねほとんど口元はねそんなに開けないんですよ。で昔からあのよくあの発声発音の訓練っていうと。 あはこのぐらい大きい口開けましょう。ああ、い,いうえいおうというふうなね。こういうあ口の構えを一生懸命やりましたけども、実はそれほどは口の構えいらないんですね。それはね、左から順,順にあの発声において大事なもの。まず大事は息ですよと。と次は声帯ですよと。とそして下に行きますね。下で調整して。 言葉があのいろいろな音が調整される。そして口の形によってあの共鳴というか響きができる。で特にね口の内面内側のこの形だとかにこだわるのは、要するにあの歌うを歌う時のようなああというかほうっていうははは,はっていうね口で共鳴させるような場合が問題になると。 ですから言葉っていうと実はそんなにあのうん口の共鳴で響かせるのではなくてむしろあとは大事なのはあの口声と鼻声っていうのもまあいつかお話ししますけどその出た声が口からホーッと出るのかあとは鼻,鼻に響いて鼻に 鼻に同時にこうおって鼻に響かせるような声になるかと鼻で鼻を使わず口だけ出るのを口声と前回言いましたけどねで鼻も共鳴してこの鼻口の微妙なミックスで言葉が出てくるでちょっとふわっとソフトな話っていうのは鼻にふうっとあのこもらせるような息遣いをしているですからある意味でこの「四の「口」と言いましたけども。 ここには鼻の問題がかかっている。ちょっとこうね。メモ的にしましょうかね。口の口の影には鼻があると。で、舌というのは下の動きというのはえー、あのだいたいはね。こっちはね。死因の問題ですね。口の中で調整するのは死因の問題だろう。だからかなり口の。 あの浅いところで調整してるでここがあの息と喉で出てくるのが大体ああああああ息喉そしてうんこの辺で実は母音が出てくると母音はほとんど息の深いところが出る。であのとこは微妙なんですがねさっき言ったようにあのー、声帯元音というように実は 喉から直接出る音っていうのはアイウエオでも何でもないんですね無調整なんですよだからそれが口の狭め方とか口のあの含み方でもって母音に変わっていくんですよだから母音に変わる以前にこの息の一番奥の深い位置で、えー、出てくる声の深さがあるとその段階で母音も変わってくる

ああい,いうえおでもっぱら多分、あのー、要するに発声練習をやっている方はだいたいこの浅いこの位置ねこの浅い位置から出したこのボ音を響かせようとするんですよ。そうするとここはね実はこのぐらい上がっちゃって「ああい,いうえお」っていうこの音はコントロールできるのは大小です。ととこころがうっと押さえたこの いいえよっていうんだったらほとんど口もね引いた状態でこの生帯音に近い位置から深い位置から出る母音と浅い母音っていうのはあこれがあの新鮮に関わってくるのでえ声質との関係で実は単純にあの母音の発声をしたらいいですよっていうのはえ浅い発声練習と。 深い発声練習とある。で、どうしてもね、あの演劇関係とか、生声で遠くへ飛ばす訓練をされる方は、この浅くした上で声を飛ばすっていう発声をやってるんですよ。だから、それは浅い発声法なんですね。ですから、あの、普段なかなかやらないのが、この深い発声、深い母音の位置、それもあの関係あると。 ですから単純に母音って言って「あ,あ母音ですね」とかねそう考えてはいけないですからなおさらこの「声の新鮮と「丸四」です上のねそしてあとはこの「強弱で」強弱っていうのはどこで出るかというとこれも結構簡単なんです。えー、上体が伸びきっちゃうと強い声出ませんでこの強い声がね状態があの浅い場合には 強くならずに、ね、声が、ね、大きくなるんですですから強さとしてのコントロールができないんですこの声私今やってますけどもね。でこれ近頃はあのー、これアナウンサーの方もそうだけど昔のアナウンサーの方はね強い声出たんですよ。だから今あのまあ今でもあのきちんと訓練されるアナウンサーの方はあの強い声出るんだけど。 ところがあの民放系といったら問題かもしれないそれよりは、えー、テレビショッピング的なね要するに人にあの声で呼びかけるっていう声結構私も今この喋りだとうるさいと思いますよ。で人から飛んでくる声っていうのはねあの波長が合わない思考の波長が合わないんです。 これもね、ちょっと説明しておくとね、深い声っていうのは思いを感じさせます。そして波長が合うというのは、この深い声っていうのはね、あの自問自答の声なんですよ。で、声がね高、あの、低く感じますね。こうやってね、低く感じます。だから、うーっと自分に寄せてくれば寄せてくるほど、これがね、独り言の声になっていく。 あそうかなっていうのとああそうかな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 実験的にやってますけどねで「声が浅い」っていうのは飛ばす声なんですよね。で飛ばす声が飛んでくると受ける方はやはり浅いところで受けるんですよ。ところがあのうっと考えたら「そうだよ。 そうだよっていうのが自分の側に聞こえた時には姿勢が変わるんですよ聞く側のだから深い声っていうのは深い位置で受け止めてるこれもねコミュニケーションって今言いますけどもねあのここの声質までこだわったコミュニケーションを語ってる人いないですねだからよく人と波長が合うで向こうが軽く飛ばした声は受ける側もやはり軽いとこでこうやって受け止めますからね それは浅いところでのやり取りになるそれがあの深い位置からこの位置からあの「そうだよそうだよそうだよね」って言うとうんそうだっていうねこういうふうになるとか「そうだよね」って言ったら「そうだよそうだよねそうだよ」っていうねこの浅さですねここをどうにかしないとあのまあ言葉は飛んでるけど気持ちがないというところはねそこにある。 で、気持ちはあの前回あの紹介したのはこの重さですね。だからあのー、深ければ重くなるんですよ。浅いと軽くなるんですよ。で、これがあの発生の体の姿勢にまで来ているということが、えー、この息のど下口空気というところでね。で、あともう一つは口がうっと口が浅くて。 口のの先に行くっていうのは要するに口あ,あいつね口先ばっかりだよっていうのはねこれはね言い得てますよね人に何か訴えようとするとどんどん体が上がってあのこの辺からこと言葉っていうかな出てくるだからこの浮いた言葉っていうのはこの深い位置で抑え込みっていうのは、えー、体の前回話しましたよね「思いは思い」って言ってますけどね。 で感情とか思いはね全部ストレスなんですねだから自分の中でこうやって溜め込んでるんですよ。でものを考えるときには人間って体をうっと意識的に縮めるんですね。これある人の姿勢ですねあれはきちんと状態が落ちてうっと息,息を止めるような。でよく考えてみるとあの皆さんが真剣に本読んでる時はね呼吸止めてます。 あの息をスースーしながらあの読んでいませんで文においても「あのう」っていうふうに息が行き詰まるような形でうーっと考えてふっと文末へ行くと「ああ分かった」っていうねでこれがあの読書でもそうなんですけど話になるとなおさら相手の人が「うーこれがこうでこうでねそういうわけなんだ」っていうとねふっと安心する。 で、これがあの逆に言うと腑に落ちるって言うかな。で体がふって言った時に中身がストンとこう落ちるんでしょうね。体は上行くけど、入ってるもんがシュッとね。ひュッと言うと落ちた感じになる。なだから体は上がって意味が落ちるんですね。これもあの落ちるね。納得がいく腑に落ちるっていうのは、これも体の姿勢ときっちり結びついてる。ですから、そういう曲を生かしながら、えー、発声と言葉と結びつけていくとね。いいと思いますね。 で特にあのちょっと今まで話さなかったのはこの空気です、えー、空気というのはこれも言ってる人いません。うん、大抵あの発生っていうとあ息が出て喉通ってあ声帯が振動して、えー、舌で口で調整されてあの口から出るんですよ。で口から出た先が問題なんですよ。 これはね空気というのはね要するにあの環境の問題です大げさに言うと。環境っってていろんなもん入ってますで基本的にはあの周辺ですね。ですからあの発声練習やられる方はあの空間声が出たこの先これなぜ大事かっていうと声って何ですかというと。 この口の前にある空気を振動させるわけですよ。だから、空気が振動して、この波となって。聞き手の耳の鼓膜を揺るがせるわけですよね。で、それが、あの一対一ならば。その直接的な距離感だけども。これがあの空間として閉鎖されているときには。全体の会場の揺れと関係あるわけ。ですから。 これもあのアナウンスであっても実はおそらくマイクを使ったとしても、うん、周辺の周囲の事情ですね、えー、例えば外でマイクを使ってこう話す場合とねあるいはスタジオの中あるいはあの対談で相手が前にいる場合とねこの時の声遣いが変わってくる。 ですからあの実際の,あの実況中継なんかにいる人は周りがかなりすごい状況だとついつい声が大きくなって話してしまうそれは空気というね周辺事情環境というものも考えて発声練習というのはしなきゃいけないですからあの、まあ、まあアマチュアの方がね朗読の勉強するとかアナウンスやるとかでマイ,あのマイクを使って 使わないで生声でやる場合にはどういう声がいいのかとでまああの結論を言いますと生で聞いてうるさく響かずに、えー、うるさく響かずに落ち着く粘りのある声の方が相手の波長に合うさっき言いましたようにね軽く浮かした声というのは相手も軽い位置で受け止めますからね でそれをどう,いうどういうふうに聞いてもらいたいかは自分がどう聞かせるかによってね相手の姿勢と聞く態度まで変えることができるそれはの,波長のコントロールですよこのこのでその今深い位置の声を私は「地声」と言ってるんですけどもね「地声」と言ってでそれはあの自分と結びついていることを「表現」っていうんですけどもねそういう意味であのこの5つですね で今日は、えー、もう25分ぐらいになってますねあんま長くしないように今日はこの「息」の話をしましょうと。これもあのこれはあの今頭の上にある「声を鍛えるの」うん、あの挿絵というかな。 えった姿勢なんですえでこれはあの話す時こうだよとでこれはあのなかなか難しいんですけどねイメージとしてねで大事なのはこの立ってる姿勢でこれはだいぶあの柔道の構えみたいになってまあそれでもいいですよと言ってるんだけど気持ちで言うとね、うん、皆さん立つ時にねここですねこの足足の目っていうんですけどね これもあのテキストを買っ,てくだ買って読んでくださるとこの字がちっちゃいからよく分かんないですけどね。でね共通点はねあの腰なんですよ。状態がこう浮いてる状態じゃなくてこの腰にこう乗ってる状態でうっと喋ってる声を出してる。で気をつけなきゃいけないのは世間で出ているあの姿勢こういう姿勢してくださいっていうのはね あの実際よりも声を出す前の姿勢なのか声出してる最中の姿勢なのかねまあ私のこの絵の場合にはあの声,を声が出ているわーっていうね声出ている姿勢です。ですからこの左の立った姿勢の女性はあの腰がちょっとね入ってる状態ですね。だからある意味でこれでこうテキスト持てばいいんですよ朗読の場合には。 これでこう持てば状態がストンとねえ緊張腰回りに緊張が入ってでこの声が出せる状態でさっと読んだらスッとこう緩める緊張して緩めると緩めると若干肩が,上がるだから腰もいくらか伸びる感じがするんですねでこれが立った姿勢なんですですから常に繰り返し言ってるのは声っていうのは こういうい状態で出す声が基本の声です。で、経過的に出す場合で経過的に出してしかも息を継いでる状態に声出す場合があるこれだけではありませんこれだけではありませんって今「ありませんで」緩みながら声出してますよ、ね、でこれをだから緊張声と緩め声なんですよ。 緊張声と緩め声緩め声というのはやっぱり浮いてますね浅くなっている浅くていいんですで浅,浅いところで渡すわけですよで緊張したところでは何かを考えていて皆さんは皆さんそれはねこういうわけなんですよこれ皆さんこれはこういうわけなんですよと全部浅くしたらこの語る人のねちゃんと保っているエネルギーの部分が失われるから 全部言葉が相手に飛んんででいくだけなんですねでこのまあ姿勢っていうのはそういうあの、まあ、腰の入り具合っていうかなここのところちょっとねここのところちょっと赤で書きましたけどね。ですからあともう一つはこ大事なのね肩が緩んでるんでですよ肩がこうなってる。でこれをあのテキストをこうやって持つとね台本なんか持つともう。 あのとある時間語朗読の回を見ましたけどテキストをこうやって持ってこうやって持ち上げるんですよこうやって一生懸命あの肩が平らどころかこういう風に力が入ってねこれも状態持ち上げっぱなしだからこれではもう声出るわけないで出てくる声はだいたい想像できますよねでこの左の女性っていうのはやっぱ肩がちょっとこうなで型のようになってるいろいろただこの足の部分がね <laughs> ちょっとあの七三構えが力入りすぎかなっていうのを思いますけどねまあイメージとしたらできていると思います。でそうだねうん。であとはこの足の指ですけどもねあの日本的な姿勢というのはあの足の指の付け根のこのふっくらしたところですねここにあの重心が乗ってる。 で、えー、73っていうんですけども73とか64とか決して55にはしないことですね。でこれあのあとは足がちょっとこうずれてる状態でこれでうっと力入れた時に「うわ」とかね「ね」「ね」「ね」ってこれを「ね」「ね」「ね」うん。で本当にあの慣れてくるとこんなに肩振っちゃダメですよ。で肩はついてくるんです。だからね ねね、ほとんどあの腰の引きでもって、えー、声が出る。であとちょっとですね近頃言っているのはね皆さんは礼をする時どこから礼をしますか礼をする時どこは回り、ま、曲がりますかっていう問題なのね。でこれがね礼っていうのはこの位置なんですよ。これね足の付け根から礼をするんです。でまだ あの観念で、あの例をする人の観念とい,いうのは、どこで例しますかという。のは腰曲げて例するという。と腰曲げるんじゃないんです。足の付け根の位置で、あのイメージというと、こういう感じなんですよ。これ、ちょっといいですね。こういう感じです。こんにちは、こんにちはっていうとね、ここ,このあたり、こんにちは。で、この腰の後ろのあたりの、これで例する。で、これがじょうっていう状態が、これがちょっと人間みたいな顔見えますけどね、これが。 あの立ててヒュッと持ち上げた状態からフッとこう緩むあちょっといいですねイメージね <laughs> ちょっと持ち上げた状態からストンで肩を緩めてトンと状態が乗っかってる状態ねでこれをあの立てるところはまあ,あの立てると自然にフッと必要な分息入るんです吸う必要全然ないで姿勢をキょッと立ててから落とすつもりね落とす前の立て直しです これはの息を吸うってわけじゃない口を結んで立てたらふわっと入るんです本当に必要な息がだから息は吸うのではないとい発声練習においてはねこれも繰り返し言いますけどね立てたら立てた状態で入っている息を全部出せと現状維持みたいなものですでそれがあのこの絵でいうとねそういうことになってるですから この状態であのー、今私は立ててますけどねこれで声出すよりはねっていう方がねとっても楽なんですよでこの本にも書いたのはね要するに重力エネルギーが声になるんだと,ふっとこの体がふっと緩めてねふっと力抜いた時にストンと落ちますよねこのタイミングに合わせてわわわっていうのとうわわ <laughs> はでこの抵抗なくねパッと緩めるこれもあの武道の河野義則さんという方いるけどもあの方が動きの一番いいものはそこで力抜いてそこで倒れろとあのあ軸足を置くなっていうねでこの声もだから軸足置かないでこの状態でおおっていうねでむしろあのほっといたらストンと落ちちゃうからその 落ちる力をゆっくり落とすために「ボ」って言ってねこれをボ「ボ」「ボ」って言ったら切れてしまうから「ボ」って支えてあの落ちないように落ちないようにやっていくとそいつをこの「声を鍛える」でも書いてますけどね「保つ息」と書いて「補足」とかあるいは「密足」っていうんですねこの密足のイメージもね。 あの腰周りで空気をね自分の保ってる息をこう圧縮してるような感じですよこうやってグーッと圧縮しといてファッってかるとねと緩むんですよこれだから粗密で言えば密則に対して粗息ですねこういう風なのはねだからそれ入ってくる当然入ってくるんだけどその息はあの必要じゃない息が入ってくる。 だから声の息っていうのはうっと押した状態でこのままでそーっと少しずつ保ちながら出すでこれを細く状態でうーっと出してる息はだいたい純粋にその息を細くあまり声出さない息をふーっと吐いていってもね40秒ぐらい持ちますねかなりこれも40秒までやってみると面白いですよ。で40秒でふーっと吐いたら 緩めるんです。で、もう一つ、もうちょっと腰掛けの方もちょっと説明しておきましょうか。あの腰掛けた姿勢は、こう大事なのはね、ここなんです。この、あの、お尻の、この、浅さ。このお尻の縁にね、ずっと滑り落ちるとね、縁に引っかかるんですよ。で、それ以上いくと、こっちがよって、そこまでいってますね、この人ね。で、あとはね、足をこっち引いてんです。で、かかとが浮いてる。 この,この人はね実はちょっとあの太ももこの絵でいうとね力入りすぎてんですけどねだから膝が傾斜するような形であとはこっちも肩が落ちるなで形になってるでちょっとこの人真面目すぎるから肩が立ちすぎるまあこれ声出す前だと思ってくださいこう出してこういう風にでちょっと前かみんなあこの絵もね載ってます声出してる最中の絵って。だから一見 背中丸まってるようだけどそれはいわゆる猫背のだらしない緩み方じゃなくてちゃんと声出す緊張の入ったこの背中の丸まり方があるですからこれは声出す前ですでこっちの左の女性はもう声を出してるかもしれないね出してる最中に近い声ですよでここで口開けて「おー」って言えばこういう視線だ「おー」って言、ね、う視線だって。 でこれはあのこの青年はちょっと緊張が入りすぎてるでこのかかとがどこ行くかっていうとねかかとがねここの線なんですよここの線首の線。でこれがこの線をたどってかかとからお尻通ってずっとこのちょっと軸ぶれてますけどもねかかとがお尻のこの位置通って体の中心通ってこの頭の中心から上へ向かってる。 この状態だからこれ立てた状態ねところがふっと声出す時にはウォーで顎をあんまりこうかあ前出さずに顎は引いた状態かといってこう下げないお辞儀しないそうするとこっちの女性のようにだいたいい位置でこういう声が出るっていうね <laughs> ちょっとイラストっていうのは微妙によく観察をするとちょっとねっていうとこありますけど、ね、あとこ,のこれが面白いでしょ あのこ,こっちも見てくださいこちらもこちらもね内側に腕向けてるんですよあ手のひらをね。で手のひらを内側に向けるっていうのはこれ発声でも大事なんでね手をこう手をこういうふうに向けたらやってみてくださいねこう手をこういうふうに向けたらねあの肩が張るんですよ。だからこれをこうやってみてください。 だから内向きにこうやるとだからイメージとしたらテキストを内側にく持つのはいいんでねで肩を緩いままで支えることができるでこれをこういうふうに持つ横にこう持ったら手のひらをこう受けるようなこういう形ねこれあの座禅ですとかねみんなこういう形ですよ内側に向けてますよそれ何かっていうとあの肩を緩める状態を緩めるっていうんですね。 だから、あの緊張入っても、全身で、こう背中まで力入れて、こういう緊張ではなくて。こういう緊張なんですよ腰から下のね。うん、これがなかなか、あの肩、肩に。肩落とせとか、上体落とせっていうとね、どうしてもこ、ここへ意識いっちゃうんだよね。だから、腰周りに、腰周りを緊張させろっていうのは基本なんですけど。あとは、あのー、そうね、だいたい。 まあいいかなそんなところでねでまあ、時々はこれを見てください。<laughs> ではどういう声を出すかでここでねこれ,これが私の,あの発声の特徴です。えー、もう簡単に言ってしまえばちょっと細いかな太いやつで書いちゃうかな格好つけね。えー これを何と言ってるかというとね、息声発声です。で、これ何かっていうとね、あのー、息声発声っていうのをまあ覚えてください。ですから息の息喉下口というので発声練習をするんですよっていうね。 これで今多分おそらく発声の指導されてる方はいまだ腹式呼吸を言ってる。腹式呼吸声出ませんもうむ昔から私言ってますけどもねあの最初からねあの声を声で発声練習しなきゃダメなんですよ。声による発声練習ね簡単に言えば。 えー、声による発声練習。しかし、声を強くするっていうと、声は息を弱くするんです。声を出すっていうのは無理なんですよね。であとはですね、これも大前提なんですけどね、人間っていうのは無理して声出してんですよ。で、本来の,あの人間のい人間が息、あの呼吸を呼吸呼吸なんです。で、無理にね、そんな声出す必要なかった。叫ぶ。 で叫ぶ時の声その息をする声をある程度強くしてコントロールして声に変えたんですよねだからその自然の呼吸を声に変えるきっかけがこの「息声」だろうとでこの「息声」の中にかなりの感情が入っているでこれがあの私の発声練習の呼び物なんですけどね ですからいくらあの腹式呼吸をやっても声にはいつまでたっても声になりません。でそれをやるためにえ何をやったかというとこの「プー」「シー」「ハー」です。でこれがね「いきご声発声の」の基本の3パターン。でこの3つの息を強くしていくとあとは声は「 声に転換するのは簡単つまりこれ全部、ね、無声音ですだから母音を使ってない声帯声帯を使ってない本当にあの息,息声っていうのは息しかないんですあの声帯の振動ないですからねであとは、ね、これもいろんなことつながってくるんですけどね、えー、無声音の練習を一生懸命やる人いるただ無声音の練習を、ね、やるときに あの浅い発声でやると結局無声音というのは弱い息をにすることが無声音になってしまうところがあの逆に言うと強いいいい無声音が出ないといけなとけこれ何かと言いますとねあの何回か前の「二三切り」に戻るんですけど日本語ってて一音一音出してません普通ひらがなで見るとね えー、一音一音の練習で全部があの有声音のつながりかと思うんですけどもそうじゃない。で結論言ってしまうと2三あるいは二音か3音の組み合わせの中で音音落落ちちししててるんんですすほとんど母音落ちしてますその意味では英語に英語のね あの1音単位でのあの発音するっていう。あれに近くなってんですよ。だからまあ何でもいいですけど、まあ、ここの上にはなぜあの人は挨拶一声でというふうに読むとね。全部が母音で母音が優勢化してる。なぜあの人は挨拶一声ででこれをなぜ。あのあの人は挨拶。 ととことで人一と言で人一と言でなぜなぜあの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  <laughs> ほとんどあの母音がぶっちぎれるというかね半分母音みたいにしてね崩れてるんですよ。だけども認識は明快でね。つまり あの単純に一音を当てていくと日本語の原理って何ですか日本語は、えー、母音ないしは母音死因プラス母音で一音節を形成するというねそういう原理そのものを疑わないと2 3でまとまとってて話をしている私の今の話し方そうですけど私の今の話し方そうですけどねというのはこれ一音一音の,の母音を明確に立てた話し方。 でそれも,も必要なんですが今言ってるこの「い声ごというのはこの,あのシーンあ母音落ちが出る音なんですよ。だから「プー」も「シー」も「ハー」もね「プー」プププじゃなくて「プー」ってこれが大事なんですよ。シーシーっていうのと「ハー」っていうねこれはあの息に抵抗を与えてえー 強い息を吐けるようにする練習。ですからこの声を鍛えるというテーマで言うと、え声は息、喉、舌、口ですよという時のその息を鍛える練習なんですね。でこれはあのまずあのこれも絵を見ると面白いんですけども、これあの吹き矢です。吹き矢でふってやるでしょ。でこれもねあのー。 いろんんな、ね、発声強化道具ってあるんですよおしゃぶりみたいなのを口くわえてやるといいよとかねあるいはのペットボトルねペットボトルを拭くと、えー、呼吸息が強くなっていいよでそれは別にこのプー,ハープーシーハーをやればいいんですよ。ただやり方が問題で抵抗を与えるとね体のねあの腰回りに力がいくんですよ。だから と細く出せば出すほど息が出ない。そこで突っ張るからフッっていうね。このあのプはきっかけで、プは大事じゃないんですよ。プ。あのプ出した後のプ。っていうこの息ね。ですから、イメージとしたら吹き矢でフッってやるよね。で、あの吹き矢は一瞬ですけどね。もうちょっと頑張るのがプっていう練習なんです。これもあの無声音でやります。 でこれはのカタカナで書いてますからねこれがあの摩擦音で無声音だっていうことが分かって目標というのは音を出す練習じゃありませんこの息の力でもって自分の強い息が出せるような体力を作るのがプーシーハーの練習なんです。で C はこれね静かにっていうんでこうやって「あの実は結局は同じことやってるんです。 あのプーもシーもね息を抑えて体でコントロールして「シッ」ってこれはだからどういうことかっていうと「静かに」とかね小さな声で力のある声の話し方がで「どうして」っていうような「どうして」とかね「シーンとしてしまいました」の「シーン」っていう時は今あの,あのまあ有声音で言葉が載ってますけどもね。 乗らなくてもその背後にあるこの息声を訓練するのはプーシー・ハーです。でこれもっと詳しく書いてありますけどね。で今度はあのプッとかシっていうのはプは P ですね。でこいつがねあのー、きっかけになってるんですよ。これ S なんです。これハーなんですね。P S H というこの死因の音を頭につけることによって後の息声が出しやすくなる。 で、です。これはねどっちかというとプーシーってプーっていうのもね結構強い強いっていうかな鋭い声が出る。プープーを持ってやればプーシーハプープープーっていうねびっくりとかねキッっていうねフッっていうこの一瞬にして吐く力も短い練習書いてあります。プー、ー、シハいうのは入門法でね、 プとかね、シシシとかね、ハハハです。で一番難しいのこれです、ハです。これがね暖かい声が出る。プっていうのは中間の声。シっていうのはね冷たい。これ中くらい、中くらいですプは中くらいの息。でこれがあのー、冷たいです。冷たい息シはね冷たいでしょ。しんみりとかね、白いとかね。 これまたね、あの母音の響きというか、あの言葉の響きと関係ある。プーっていうのは結構プーっていうのは暖かいでしょう。ーっていうのは暖かい。それに対して。シーっていうのはね、白いとかね、深刻とかね、しんみりとかね、シーンとしてというね、シーっていうね、その。シーっていうこ、声に響いてくる。で、これがあの音です。これがあったかい声出すためには、この。はあっていうこの。 口をいっぱいに開いた状態い,っぱい,に浮い,て深い位置いら「はあ」っていうこの「でこうやるとね「し」と「は」で違い分かるでしょ。C、は、ね、冷たい息出るんですよところが「は」で出るのはあったかい息なの。でこれで思い出すのはあの新見南吉のゴンギのねお母さんが「ゴ、え、ン、ー、ちゃんゴンちゃんごあゴンちゃんじゃないごめんなさい。 手袋を買いにだ。小狐ですね。お母さんが小狐が雪冷たいわっていう時にお母さんほらあったかくなるよって言って。ほらあったかくなるよ。っていうことははあっていう声なんですよ。はあってこのはあやってみるとわかりますね。はあだからこの息で言うよ読み方で言葉になるからあったかいんですよ。だから息そのものにも感情があるし。 その物理的な息の温度というものも、この息声の発生に関係してくるというね、そういうところなんです。大、え、体、ー、あとは、えー、もう一回一言言っていくと、どちらの場合でもこれも、あのプーとかね、シーとかね、はーッっていうのは全部もう緊張と緩め、緊張と緩めの、えー、空気入れですね。 そういうあの発声の体を作っていく。でこれが、えー、腹筋鍛えたり、まあかいろんなあの発生法の訓練ありますけど、それよりもはるかに有効でしょうということで私が工夫して、えー、実行している、えー、息声発声というね、これをあのぜひとも心に留めておいてください。それではここで今日は終わりにします。どうもありがとうございました。